安港計器は、仁木田市政府派や運航艇局が計画している、新三瀬区内 7.8km を結ぶ、ライトレール方式の早運路線で、台湾のライトレールでは、高雄市の環状計器、同じ仁木田市の近江計器に次ぐ3例目となる。完成すれば、新三瀬区内の新興住宅地である安港地区の交通事情改善に寄与する。二発市植物園側の安泰路より、一部建設中のバイパス道路である安港1号道路の中央に確保された用地場を東西方向に進み、安昌路を経て安奈路付近で高架上を走行14町地区で建設中の環状線の駅と接続する総延長約 7.67km の路線。全線がライトレール方式の早運路線で起点駅手前の安港1号道路の安泰軸地西南側に車両基地が設置される。安港起床については可行性研究案では、計4駅付近と計1駅付近の2案があり、周辺の勾配などを鑑み全社が単層 4.6 ヘクタール、後社が半地下2層の 3.7 ヘクタールとなっていた。総合計画案になってからは都心に近い全社は、用地取得の難易度とコストから見送られ、その結果起床までを含む路線延長は 7.83km から 7.67km に短縮された。安港計器電車2017年4月26日、中国鋼鉄と傘下の台湾車両公司が貴電車両部門で仁木田市政府と正式契約。車両は近江計器と同型の定商連接車15編成が採用されることになった。英語表記は暫定的な仮称。路線名。仁木田市政府派や運航艇局。2017年7月13日閲覧。安港線、軽木集那土地、開発総合企画報告書。PDF。仁木田市政府。2015年6月閲覧。安港、軽木路機械工緑館、分計機種、昇降時。自由時報。http://election.ltn.com テイラー・ワッツ、2014、ニュース、PHP、R ナンバーワン&タイプ、ペーパー&ノー829,503、仁木田市南部に、台湾3線目のライトレール計画2021年の完成目指す。フォーカス台湾。http://japan.cna.com テイラー・ワッツ、ニュース、エイトラ、2015億519万4、アスプックス仁木田市政府派や運航艇局、安港、軽木運輸系統計画度検討法工程決表、ウェイバックマシン、台北都会安港、軽木度検4、6道、高110年定観光、自由時報。http://news.ltn.com テイラー・ワッツ、ニュース、ローカル、ペーパー、973,554、台湾、仁木田市南部のライトレール、工事落札者と契約開通に前進。フォーカス台湾。http://japan.cna.com テイラー・ワッツ、ニュース、エイトラ。2016億329万4、アスプックスハット、安港2機売回路イタリアンタイロ安港、軽木道路。自立版法。http://www.idn.com。テイラー・ワッツ、ニュース、ニュースコンテント、PHP、キャティド=5& カツット=7& キャトディド=0& アーティド2016万518条案003、安港、軽木貴電系統輸中交渉欄持ち職、水道国尺二宮津子ウェイバックマシン、決表広告。中華民国政府電子、最高網。2017年2月7日閲覧。台北都会、新三瀬安昌路通社安港路直美社人。自由時報。http://news.ltn.com テイラー・ワッツ、ニュース、ローカル、ペーパー、1,131,700 台湾進む新建て、軽木運輸系統、移行対がみなりここ縮み単通勤時間及び、環海交通圧力ウェイバックマシン、台湾ラリス ON セリーズ、to reduce travel time and alleviate busy traffic, thanks to new, light rail transit. タレスグループ。2017年9月6日閲覧。アンコウ、軽機車単命名完成ウェイバックマシン、2北アンコウ1項、軽機3連項水道貫通。連合法。https://udn.com/news/story/7323/3346913 アンコウ、軽機、最高とも、近江軽機同系列車高定位森重本に北市、水国社国の宮津湖系東谷地下。に北市政府早運行定局。2017年4月27日閲覧。ありがとうございます。